pushyじゃん。お前pushyじゃん。お前pushyじゃん。お前pushyじゃん。これだとなんか色が目立たない。お前ら昨日俺が食ったやつ無駄にしたと思ってんだよ。このアイスの箱の中に入れて保存してちゃんと残ってるよ。来るわ。3日後にはおなんか良くなってん。水捨てたいな。ソーセージとキャベツとマッシュルーム人間になってるはずです。しやっぱ水分を飛ばした方がいいんだね。これもかつてドイツにいる時に編み出した。日本だとマッシュルーム高くてできないけど、こうね上から輪切りにすると脳の CT スキャンしてるような感じで、しかもその中身が目っていうね、すごいマッシュルームに睨まれながら見つめられながら食べられるスタイルなので、もし余裕ある人は日本でもやってみてください。おおおお暴れんな。さらけんだよ。入れた後の大量のキャベツと昨日と同じ手法で味がくすいてはね、このキャベツ太いね。じゃがいもみたい。食べててあっちキャベツじゃがいもみたいです。美味しくね。キャベツの量が多すぎてちょっとずつ食べながらじゃないと、まずい。